トロスターズってさ、俺アイドル事務所だと思ってたんだけどさ、公式のさ、そのなんかあのちゃなんていうの、ホームページにさ、もしかしたらアイドルっていう文言ないんよな。トロスターズは男性 VTuber グループって書いてあるんよ。でもなんか俺ってさ、アイドル事務所だと思ってるからさ、ホロスターズのサイトには一文字もね、アイドルって書いてないんだよね。ホロスターズはそう、2019年6月に始動したホロライブプロダクションの男性 VTuber グループですって書かれてますよ。いや俺だって、しのぶさんにアイドルにならないかって言って連れてこれ、なんか俺が勘違いしてるだけでアイドル事務所じゃないのかもしれん。だってあれだもん、なんかキャラクター紹介っていうの、なんか俺たちのさ、紹介のところにさ、アイドルっていう文言入ってんの俺とアステル君だけだぞ。全然だから、もしかしたら俺はアイドル事務所だよって言って騙されてイタリアから連れてこられて、今の今まで俺は自分の所属してるグループはアイドル事務所だと思ってただけなのかもしれん、もしかしたら。9人中2人だけなんよ。俺騙されたんかもしれん、もしかしたら。しのぶにきに。悲しいぜ、俺。アイドルになるためにここに来たのに。どう、俺がこの後なんか犯罪とか犯して、捕まったら自称アイドルおじさんって言われるのかな？やだな。興味名、自称アイドルを名乗るおじさんが、とかって言われるのかな？あ、ホロライブのお姉さんのところも VTuber しか書いてないよ。でもなんか確かさ、ヤゴーさんがアイドルグループ作りたかったんじゃなかったかなーって思ってるからさ、確か認識間違ってないんですよね。確かにヤゴーさんは一番アイドルしてる。トップオブザアイドルだから。ヤゴーさんってあれだからね、元アイドルだからね。元アイドルの矢郷さんがやっぱり自分でそのアイドルをプロデュースしたいって言って作ったのがホロライブプロダクションですから。